中国で日本人拘束。恣意的捜査によって日本企業は情報提供の義務に直面する。アステラス製薬の社員である日本人男性を中国当局がスパイ容疑で拘束。中国側の狙いに対抗できない日本の現状。山田敏弘、国際情勢アナリスト、国際ジャーナリスト、日本大学客員研究員。また中国で日本人が拘束された。今回拘束されたのは、日本の製薬会社であるアステラス製薬の50代幹部。日本に帰国する直前に国家安全当局にスパイ容疑で拘束されたことが判明している。近年、日本人がスパイとして拘束されるケースが後を絶たない。2022年10月にもスパイ容疑で2016年に逮捕・起訴され、6年間の刑期を終えた日中青年交流協会の元理事長が帰国したばかりだ。投獄の理由を元理事長は、日本の情報機関の任務でスパイ活動をしたという身に覚えのない容疑だったと述べている。中国では習近平体制になってからスパイ対策を強化するため、2014年に反スパイ法、傍聴法とも呼ばれるを制定している。中国政府はその後も国家情報法2017年、インターネット安全法2017年、データセキュリティ法2021年9月、個人情報保護法2021年11月など、様々な情報データ関連の法律を施行していて、特に外国人については、当局が恣意的に日本人を含む外国人をいつでも拘束できるような体制をとっている。2021年には中国のスパイ機関である国家安全部 MSS がスパイ摘発への協力を求める規定を発表したり、2014年の反スパイ法も昨年からさらに対象を広げるべく改正を目指して議論されてきた。政府は遺憾、解放を求めるというのみ。そうした取り組みにより、2015年以降に今回の件を含めて17人の日本人が中国で拘束されてきた。そのうち10人は逮捕・起訴され、1人、70代男性は獄中で死亡していたことが2022年に明らかになっている。またそのうちの4人は刑期を終えて帰国し、別の5人は不起訴で帰国している。日本の政府関係者に取材をすると、過去に中国でスパイとして捕まった日本人の中には、実際に日本の情報当局のスパイをしていた者がいる。すでに帰国している人の中にもいるが、政府としてはもちろん認めることはできない。中国で拘束後には、外務省がその法人に接触していくことになるが、海外で活動する組織的な情報組織を持たない日本では、国としてどのように機能的に対応していくのかも決められていないため、毎度混乱が起きていると述べる。そんなことから政府としては、遺憾である、解放を求めるというしかできないのが現状だ。筆者の取材では、過去に中国で捕まった日本人の元協力者の中には、帰国後に、マスコミに全てをぶちまけると、情報当局に抗議を行い、法人を守る役目を担う外務省の対応についても憤りを隠さない人もいる。中国に進出する日本企業にとって脅威に。そうした背景がある中で、3月に新たな日本人が中国当局に拘束されたのである。この幹部は、日本の情報当局とは協力関係にはなかったと見られているが、そうなると製薬会社の業務で中国企業や中国人との関係の中でスパイ容疑をかけられた可能性が考えられる。しかも反スパイ法を見てみると、第22条には国家安全機関がスパイ行為をまたは
関連する証拠を収集するために捜査する場合、関連する組織や個人は正直にそれを提供しなければならず、拒否してはならないとあるため、アステラス製薬や関係組織も中国の公安当局に捜査協力を強いられることになる。今回も拘束理由がスパイ容疑という不透明で曖昧なものだけに、これは中国に進出している日本企業にとっても脅威となる。中国当局のさじ加減で日本人が拘束され、所属先の情報を提供する義務があるためだ。また別の見方では、国際政治の中で外交のカードに使われる可能性もある。事実、4月1日から訪中する林芳正外務大臣は、この邦人の解放を求めることになるという。となれば、中国側が外交的な見返りを求めてくる可能性がある。どこに地雷があるかわからない。反スパイ法による取り締まりの恐ろしいところは、規定が曖昧で何が法に触れるのかが明確でないことだ。邦人保護にあたる在中国大使館からも、後出しじゃんけんで、これは国家機密だと言われるので、どこに地雷があるかわからないとの戸惑いが聞かれる。裁判も非公開で行われ、具体的な容疑が何だったのか、外部からは計り知れない。同法は現在、改正作業が進められており、容疑の適用範囲はネットワーク関連などへさらに広がる見通しだ。3月20日には、アメリカの信用調査会社であるミンツグループの北京事務所が中国当局による家宅捜索を受け、中国籍の社員5人が拘束された。24日には米欧のメディアが一斉に報じ、中国でのビジネスに潜在するリスクに改めて注目が集まっている。中国の外国企業に対する対応にはちぐはぐな印象を受ける。ちょうど3月25日から27日には北京市の釣魚台国賓館で中国発展ハイレベルフォーラムが開催されていた。2000年の発足以来、対外経済交流の重要なプラットフォームとなっている集まりだ。多国籍企業の代表が100人以上集まったこの会議に、習国家主席は、中国はルール、制度、管理、基準など制度的開放を着実に拡大し、各国、各方面が制度的開放によるチャンスを共有できるようにしていくというメッセージを寄せた。なりふり構わず新規投資を誘うが、新型コロナ対策に加え、アメリカとの緊張の高まりから経済成長が鈍化した中国は、外国からの投資を呼び戻すために懸命だ。日本にも地方政府の投資誘致団体が続々と来ている。中国側がコンサルティング会社に紹介を依頼し、新規投資が実現すれば数千万円をキックバックすると約束する事例もあるようだ。国家指導者が自ら対外開放をアピールして外国からの投資を呼びかけているのに、一方で不透明な拘束を連発するのは理解に苦しむ。こうした姿勢は日中の経済関係の基礎を危うくする恐れがある。日本企業も社員の拘束リスクに真剣に向き合う必要がある。今までの事例を見る限り、拘束された人物の解放を求めて水面下で解決策を探る方法は有効ではない。日本の経済界が一致して中国政府に対して声を上げるべき状況と言えそうだ。日本もさっさとスパイ法案を成立し、国会議員を先頭に一気に逮捕するべきと思うが、何しろスパイだらけの日本国会、逮捕者続出で国会開催などできなくなるだろうし、自分の首を絞める法律など作るわけがないですね。中華議員、財界人に仕切られ赤旗国家になるまで国民はわからないのか。親中派などと言っている人物が首相を務めるし、中華の手となり日本を貶める野党政党だらけで、かっこマネー等のトラップに身動きできない言いなり。この先の日本はどうなるのか。
国会を見てもわかるように、日本をと考える政治家は中華議員に排除されようとしている。同じ与党議員の擁護がないのでよくわかる。最近の半導体などを輸出規制する方針が影響している可能性はある。またもし本当にスパイでなければ捕まった人は国家間の政治的な抗争に巻き込まれた。中国と仲の良いロシアもよくアメリカ人を恣意的に捕まえて刑務所に入っている犯罪者との交換に利用しようとしていることを見れば、中国が何かしらの交渉に使おうとしていることは十分に考えられる。